おい、君、どうしたんだ？大丈夫か？聞こえるか？誰かの声が聞こえる。お、気がついたか。しっかりするんだ、君。僕はどうして、ここは一体どこだ。僕は誰だ。何も思い出せない。君、何も覚えていないのか。何もわからない。僕は誰だ。次に目が覚めた時、僕は助けてくれた男性の部屋にいた。災難だったね。でも無事でよかったよ。私はアマチと言うんだ。よろしく。こちらこそよろしくお願いします。助けてくださってありがとうございました。いいんだよ。当然のことをしたまでだ。私は一人暮らしだから、気兼ねなく過ごしてくれ。あの、僕は、どこに倒れていたんですか？私がちょうど、うなかみの崖のそばを通りかかったら、道端の草むらに君が倒れていた。どうも崖の上から下の草むらまで落ちたみたいだな。反対側は海になっていて、人も滅多に通らないそうだから、不幸中の幸いだったよ。そうでしたか。本当にありがとうございます。それよりも、何か思い出せたかい？いえ、何も。そうか。何、焦ることはないよ。何かきっかけがあればすぐに思い出すさ。ちなみにこの町は大里市というんだが、どうだい？何か引っかかることはあるかい？いえ、特には。事故の時のものかな。頭に怪我をしている。おそらくそうだろう。もしかしたら頭を打ったショックで記憶を失ったのかもしれない。とりあえずうなかみの崖へ行けば何か思い出せるかもしれないね。もしかしたら頭を打ったショックで記憶を失ったのかもしれない。力になれることがあるかもしれないから、いつでもおいで。相談に乗るよ。力になれることがあるかもしれないから、いつでもおいで。相談に乗るよ。どうも崖の上から下の草むらまで落ちたみたいだな。
何も思い出さない。何も思い出さない。僕、うなかみの崖へ行ってみます。そうか、気をつけて。困ったことがあったらいつでも来てくれ。相談に乗るよ。天地さん、本当にありがとうございました。行ってきます。ここで天地さんが僕を助けてくれたんだ。寂しげな波の音が聞こえてくる。天地さんの話だと僕はこの辺りに倒れていたってことになる。崖の上からここへ落っこちたわけか。随分寂しい場所だな。波の音しかしない。あれ、何か聞こえた。ここで天地さんが僕を助けてくれたんだ。船が見える。近いような遠い。船が見える。近いような遠いような。遠近感が狂うな。崖の上からこの草むらまで 4,5 メートルぐらいはありそうだ。草が生えていないところがある。風や潮の影響だろうか。草むらがクッションになったおかげで軽い怪我で済んだのかもしれない。いい眺めだな。先端が海に突き出している。あそこから落ちたら海へ真っ逆さまだろう。先端が海に突き出している。あそこ、いい眺めだな。誰かの声がする。叫んでいる。僕を呼んでるのか。聞こえていたのはあの女の子の声だったんだ。ここで天地さんが僕を助けてくれた。あそこまで行ってみよう。連絡もしないでどこに行ってたの？心配したんだから。僕を心配？じゃあ君は僕の知り合いなんですか？え？何言っているの？
冗談のつもりなら怒るわよ。辺りを調べても手がかりらしきものは見つからないな。うなかみの崖のてっぺんだ。ほとんど人の行き来はない様子だな。あなたと同じ探偵事務所の立花歩美じゃないの。歩美さん。ダメだ、思い出せない。思い出せないってどういうことなの？それが。え？記憶喪失です。僕のことを知っているのなら教えてください。ちょっと待って、その前にあなたがどうして記憶を失ったのか教えて。詳しいことはわからないんです。気がついたら。ここからさっきの草むらへ落ちて気を失ったらしいですって。もし反対側の海の方へ落ちてたら助からなかったわよ。わかったわ、とにかく一緒に事務所まで来てちょうだい。事務所。詳しい話は着いてからにしましょう。ここが宇津木探偵事務所。本当に何も覚えていないのね。ともかく中に入りましょう。ここは宇津木先生の事務所で私たちの仕事場よ。先生はしばらく出張中だから今はいないの。宇津木先生というのは誰なんだい？この探偵事務所のボスよ。そしてあなたは先生の助手として活躍していたの。僕が？あ、思い出せない。そう、何も思い出せない。ここは宇津木先生の事務所で私たちの仕事場よ。あなたと先生が知り合ったのはあなたがまだ中学生ぐらいの頃の話だそうよ。離れ離れになった両親を探していたあなたはこの町で先生と知り合ったの。え？両親を探していた？詳しい事情は知らないけれどそうなんですって。まだ見つかっていなくて今も探し続けているのよ。どうしてあの崖へ来たんだい？あなたがあそこで誰かに会うと言って電話してきたから連絡を待っていたんだけど、何の連絡もないし心配になって
僕が誰かに会う。あなたがこれを置いてってくれたから場所の見当はついてたけどね。どうしたの？そんなに見つめられたら恥ずかしいじゃない。勝手に触っちゃダメよ。もし先生の大事なものなら怒られちゃうわ。分厚いファイルや書類が詰め込まれている。使い込まれた感じがするソファーだ。鏡だ。特に変わった点はない。明神村綾代と書いてある。出かける直前にあなたが書いたものでしょ。何も思い出せない。僕が書いたものならこれが記憶を取り戻す手がかりになるかもしれない。よし、明神村へ行ってみよう。待って、名前ぐらい思い出さなきゃどうしようもないわよ。思い出してみて。そう、これが僕の名前だ。あゆみちゃん、明神村へ行ってくれよ。気をつけてね。数時間
僕は明神駅に降り立っていた。僕が事故に遭った宇奈神の崖はこの明神村と天地さんのマンションのある大里市のほぼ中間にあたる場所。僕はここに来たことがあるんだろうか。何か書かれているけど忘れてしまっていて読めないな。駅の向こうに見える山は明神山というらしい。村全体を見下ろしている。真面目そうな駅員だ。すみません。は、何のご用ですか。いくつかお聞きしたいことがあるんですが、よろしいでしょうか。ええ、どうぞ。さて、どなたでしょうか。あやしろという言葉に聞き覚えはありませんか。あやしろですか。あやしろ家のことでしょう。あそこに見えるあの明神山のふもとの大きな屋敷です。確かに大きな屋敷だ。ここはどんな村なんですか。ご覧の通りの静かな村ですが、ここには古くからの因習や気味の悪い言い伝えが今でも語り継がれているんですよ。詳しく知りたいのでしたら村の人たちに話を聞いてみてください。綾代家というのは、戦国時代はこの辺りの領主だったそうですが、今は日本有数の資産家として有名です。僕はあの家を訪れていたのか。ご用でしたらこちらで受けたまわりますよ。真面目そうな駅員だ。電車の本数は多いと。この駅年季の入った建物だな。ここからでも建物はよく見える。僕はここに来たことが。そういえばあなたはこの村に来られたことがありましたね。え？私ちゃんと覚えてますよ。またいらっしゃったんですね。やっぱり僕はこの村に来たことがあったのか。いきなりそう言われましても。私ちゃんと
ありがとうございました。いえいえ、お気をつけて。メモにあった怪しろというのがここのことで間違いないだろう。ここが怪しろ家か。とにかく話を聞いてみよう。ごめんください。はい。この家の執事だろうか。門構えにふさわしいきっちりした身なりの人だ。どこへ行っておられたのですか。心配しておりましたよ。え、とにかくどうぞこちらへ。知ってるみたいだけど。それで何か分かったことはございましたでしょうか。すみません、あなたは僕のことをご存知なんですか。え、実は僕、記憶喪失では、依頼した調査の内容や私の名前まで忘れてしまわれたのですか。何も思い出せない。よくお聞きください。私の依頼を受けたあなた様は、調査内容を聞くために先日この屋敷へいらっしゃいました。その調査内容というのは、先日亡くなりました当家の主、怪しろ菊様についてでございます。思い出してくださいませ。お医者様は心不全と診断されましたが、私にはただの病死とは思えないのです。つまり菊さんは何者かによって。それを調査していただこうとこの屋敷へお呼びしたのです。それなのにこんなことになろうとは。ちょうどここまでお話しさせていただいたとき、あなた様にどなた様からかお電話がかかってまいりました。その電話の後、重要な情報が手に入るかもしれないとおっしゃって、この屋敷を出て行かれたではありませんか。菊様は怪しろ商事の会長でしたが、78歳とご高齢の上、心臓が弱っておられたのです。そこで遺言書を作成されたのですが、遺言公開の直後にご自分の寝室で亡くなられてしまったのです。ここまでお話ししてもまだ思い出していただけませんか。
宇津木探偵事務所の方でしょ。調査の依頼をさせていただきました。さあ別にこれといって。そうだ、確かにここで依頼を受けた。思い出したぞ。そしてあなたは善蔵さんでしたね。思い出していただけましたか。思い切ってお話してよかった。どんな内容だったんでしょうか。遺言公開にはご親戚の方々が立ち会われただけで、私にはちょっと分かりかねます。立ち会われた親戚というのはどなたですか。菊様の甥の綾代寛治様と次郎様、それに子供や孫ではなく甥と姪なのか。親戚の方々について詳しい。寛治様は三人兄弟の長男で、綾代商事の社長をなさっています。ご兄弟で一番末の次郎様は綾代商事の専務をなさっています。春日家へ嫁がれた梓様はご兄弟の二番目に当たられます。思い出したぞ、確かにここで依頼を受けた。さあ別にこれといって。宇津木探偵事務所の方で。菊様は綾代商事の会長でした。そこで遺言公開には。皆さんはここに住んでいるんですか。皆様その日のために終わった。だあずさ様だけ今はどちらかへ。そう、皆さんから。ただいま皆様こちらにはいらっしゃいます。はい、お願いします。手がかりはあるか分かりませんが、皆様とお話になる前に菊様が亡くなられた寝室をご覧になりませんか。そうですね、ではお願いします。ご案内いたします。どうぞ。こちらが菊様の寝室です。菊様はこの寝室の布団の上で亡くなっておられました。私にはちょっと分かりかねますが、この屋敷には他にも住んでいる人がいるんですか。屋敷には私の他に茜というお手伝いがおります。菊
菊様が亡くなっておられることに最初に気づいたのは茜です。第一発見者か。ぜひ茜さんにもお話を伺いたいのですが。今はあいにくと出かけておりますが、間もなく戻ると思います。菊様のご遺体を発見したのは熊田先生は心不全に間違いないとおっしゃいましたが。熊田先生、熊田先生というのはどなたですか？菊様のかかりつけの先生で、この村でただ一人熊田医院という病院を経営しておられます。善蔵さんから聞ける話はこれくらいだろうか。一度熊田先生に会っていただけませんか？ええ、そうしてみます。わざわざ来てもらうのも悪いな。